さあ、今週も始まりました。あ、だいぶでしょう。どう、ね、最近は、だいぶ寒くなってきたもんな。いいね、うん、うん、あ、なに朝日をお届けしたくて、うん、朝日の話だろ、うん、先週、先々週ぐらいの、うんうん、どういいな。だからあの冬のさ、今ちょっと天気が良かったり悪かったりするからさ、うん、いい日を、ね、やって、うん、狙って朝日は今年中に撮ろう、うん、それは朝日は分かったけど、お前さ、朝日がさ撮りたいじゃなくて、お前まずライブ やりたいだろ、お前お前マジでライブやんないと、お前朝日、あ、それなのにバイク、お前だって免許持ってないから運転できないからさ、ブンブンブンだよ、こっちだよ、こっち、俺がこっちだよ、ガーンってやって2台行くんだよ2台ってお前、現車ないもん、うちナンバー白く塗って和太鼓でしょう。では今週もやっていきましょう。和太鼓でショー。今週はの登録者数から発表しようじゃん。そしてまたプラニトバじゃないのお前さ、違う218です。ってことは、先週が、16だったんで、またプラニトバ、まただからこれあれじゃない、やっぱ運営側が、うん、あの毎回こう動画を上げてるからこういいプラスしてくれてるじゃん、ちゃかちゃか。だから皆さんやっぱりあのお友達とか、うん、ね、ご近所さんに声をかけていただいて、チャンネル登録とかあるんですかね。まず何といっても500行ったら和太鼓でしょイベントを企画してるんで、その前にダドシンライブやないってたな、マジで2週間だよライブやないと、1年早いな、本当にライブやないとな、マジでライブもやりつつ、ライブやろうよマジで、撮ろ、とりあえず何曲か撮って生じゃなくてもいいじゃん、うん、サポートメンバー入れて、うん、サポートメンバー入れてもいいし、うん、やっていこう、そういうことにしとこう、うん、じゃあ引き続き、ライブまで楽しみにしていただけると嬉しいでございます。ぜひよろしくお願いします。和太鼓でしょう。質問をインスタとかで募集した、うん、それをぜひ、今日あんの、あるよ、来てる質問コーナー、 NG 質問もあるかもしれないな、でも何でも答えますって言って俺質問をやったからまあ答えられる範囲でしっかり答えていこうと思います。そうだね、はい、第1問、じゃがじゃん。兄弟でこれだけは負けないってことは何ですか。何が、まあ、靴飛ばしは俺は絶対負けないよ。あ、そういうこと、うん、弟には負けない、そう、兄弟には負けないとか、うん、お前ね、なんだろう、お前靴飛ばしは俺は絶対負けないね、もう全てにおいてだ、全てにお前が全てにおいて、多分ね俺の方が優れてる と思うよ。違う、うん、やっぱりさ、ちょっとお前だ、忍耐力じゃない、俺すぐほら我慢強くないから、お前忍耐力だけだと思うよ。字も下手だろ、絵も下手だろ。じゃあ絵は上手いよじゃあ今度絵心対決やろうぜ。絵はうまいけど、絵心対決やろう。絵もうまいけど、絵もうまいけど、字はしょうがないな。字も見る人見たら分かる和太鼓でしょう。じゃあ次の質問どうぞ。お酒好きの2人にお酒にまつわる最大の失態を教えてください。失態、うん、あれだな、はあれだな、ちゃった救急車に運ばれたまあ若かっただろうな、救急車に運ばれたってことがあるけど、ヨーロッパとかに運ばれたまあ、OK、
ピーポーピーポーは一緒だな。はい、そんな感じで。和太鼓でしょ。第3問。太鼓の中で自分が一番得意とするのは何ですか？太鼓か。あんま得意じゃねえからな。あんま得意じゃないんだよな。お前何？俺？うん。得意とするの？うん。なんだろうね。気合じゃない。気合なんて太鼓じゃないもん。太鼓はさ、何？なるな。細かい。でも早いの打てないから。ちょっとした得意だ。やっぱグルーヴじゃない。グルーヴか。グルーヴ。お前さ、なんだっけ、太鼓の中で一番何が得意ですかって言って、お前、気合とグルーヴってお前さ、全然太鼓とか。アバウトすぎる。気合とグルーヴ。和太鼓でしょう。え、何問来てんの？じゃあ、いや、今日はもう答えるだけ答えるけど、10問ぐらいにしましょう。太鼓をやっていなかったら、今頃何をしていましたか？あの毎日同じことできないから、うん、パチプロ。あれ毎日同じか。ギャンブラーじゃない。ギャンブラー。だって毎日太鼓打なんか人生ギャンブラーみたいなもんじゃん。うん、だからそうだね、ギャンブラーかな。お前は？俺？毎日やろうかな、わかんないな。なんだろうな。なんだろう。お前レーサーとかの方がいいじゃん。あ、俺ミュージシャンとかさ、あーレーサーとかの方が良かったじゃん。じゃあそうしとこう。和太鼓でしょ。はい、次。太鼓でいろいろなところに行ってると思いますが、今までで一番思い出に残っているところはどこですか？あのね、結構行っても観光できなかったりするもんね。観光日が なくてそのまま車で行って会場でホテルで演奏して、会場で演奏してそのまま帰ってくるっていう、いうことが多いから、特にこう和太鼓奏者は楽器と一緒に移動することが多いから車の中の時間が一番長いんだよね。どこってこう、そう、特に印象ない。だからどうだろうな、まあ、地方に行って食べ物を食べたりするね、ご当地の食べ物食べたりするのは美味しいけど、どう？そんなもんだべ。お前なんかあんの？いや、印象残ってる。うん。どれも印象的だからな。こうつつけがたいな。あの、仙台の夜じゃないの？え？仙台の夜、あれはピー？あれはピー？あれピー？ピーだろ。もういいよ、以上です。いはい。和太鼓でしょう。はい。2人の関係はまさかご兄弟だろうですか？兄弟です。僕が、兄の。お前弟だ。兄弟です。本当の兄弟です。うん、もう一人あのお姉ちゃんが一緒に太鼓やっているんですけど、はい。兄弟でございます。よろしくお願いします。和太鼓でしょう。休みの日は何をしていますか？前趣味いっぱい。あ、釣りね。釣りとか。釣りとキャンプでしょ。でもキャンプは最近ね、あのいっぱい道具揃えて。バイクでしょ。バイクはね、昔から好きだったけど、俺もほら、そんなお金持ってないからさ、あの貧乏バイク持ってます。釣りはね、最近行けてないけど、釣りもしたいな。やっぱ時間がないとできないじゃん。趣味って。だからそうだよね、休日ね。もうゴロゴロしてるよ、俺は。引きこもりだよね。引きこもりだよ。基本的に引きこもってます。なんか気が向いたら外に出てなんかやるやろう。家に引きこもってる。お前引きこもってる。和太鼓のショー。太鼓以外にマスターしてみたい楽器はありますか？ギターが隣にあるんだよ。もうマスターしたんじゃないの？今やなんだろうな、楽器ってなんかある？いや、俺なんかやっぱりね、ギターもそうだし、洋楽、ドラムもなんかいい。なんでも、お前なんでもちょいちょいできんじゃん。だから、ピアノもできないし、
全然できないんだけど、声じゃない、ボーカルが一番良くない、マスターしてかっこいいじゃん。ほらカラオケとか行ったらさ、上手くなるもんなのかな、あれ分かんねえ、あれ上手くなるべ、ボイスレッスンとか行けば。うん、お前何楽器、楽器だからギターもそうだし、ドラムもそうだし、やりたいの、うん、いや今度バンドやろうぜ、やりたい、バンドやりたい。でお前ベースだ、じゃあ4本だ、ベースだけやだ。なんでベース屋なんだよ。やっぱりなんかさ、俺のイメージはね、やっぱギターは華やかな、ソロやったらさ、ドラムもさ、ジャカ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 やんじゃん、派手だな。ベースだ。ベースだけやりたくねえ。なんか地味なイメージね。まあね。でも一番ほら、あの太鼓でもそうだけどさ、一番やりたいのボーカルだな。ボーカルかよ。じゃあまあ俺と一緒じゃねえかよ。いや、かぶっちゃったよ。そうだよ。和太鼓でしょ。一生のうちで一度は行ってみたいところはどこですか。一生のうちで一度は行ってみたい。一生のうちで一度は行ってみたいところ、俺あんまないんだよな、行ってみたいところ。一回、いや死ぬ前に死後の世界で見てみたい。あ、死後の世界ね。行く前に、うん、死後の世界という場所があるならば、ああそれは興味あるな、うん、こっちより楽しいかもしれないもんな、もしかしたら。そしたらもうすぐ行っちゃうかもしれない。ちっちゃお先行ってくるわって。だから太鼓でしょ。お互いに尊敬するところはどこですか。だから忍耐力でしょ。どういうこと。うん、あ、こいつの忍耐力はすごいよ。良平の忍耐力はすごいね。何でもできるからな。粘りが本当に俺もすぐ飽きちゃうからさ、もうコツコツ やりたいけど、まあそんなとこだな。お前はなんか、俺何でもできちゃうからな。え、そんなとこだ。すごいよ。はい、兄弟はそれぞれ性格が違いますか。性格は違うやん、うん、多少違うな。人だもん、兄弟の仲の良さの秘訣は。兄弟は仲がいいかは悪いかはよくないかもしれないし、だってこういう、なんだっけ、良平と海外に行ってさ、なんか海外って演奏する前ちょっと3、4日前に入って、あれはでもそれも話はずいぶん前の話だもんな。まあずいぶん前の話だけど、でも20年以上前じゃない。20年前ぐらいの話だよね。20年、そうだよね。あの20年だから海外行ってさ、あれどこ行ったんだっけ、アフリカだよね、マダガスカルとかウガンダとかね、行ってさ、入って現場に入ってさ、俺があの手合わせとかしようよっつって、ほら、曲も不安だしさとか言ってたらさ、あ、いいよめんどくせえとかお前が言い出したさ。あれいいよいいよお前、今何まだ本番じゃねえだろう。あれなんだろうね、何がアマゾンでさ、あれこそ若いからじゃないか。それでお前さ、本番当日さ、急にさ俺んとこフラってきてさ、やるぞっつって、あれなんだろう。ずっと機嫌悪くてさ、その3日前とか、もういいよめんどくせえからやめようぜとか。でも結局さ、もうバタバタして手合わせしてさ、本番さ、大丈夫だったのかな、あれな。忘れちゃったな。まあそんな感じだよね。だから、でも仲がいいか悪いかは分かんないよな。そんな、こんなもんだよ。こんなもんだよ、大体。以上、質問。以上。終わり。はい。ありがとうございました。質問コーナー、またやろうぜ、これ。面白いじゃん。いろんな質問があれば。バンバン。ちょっと真面目に答えすぎちゃったよね。うん、真面目に答えすぎたな。本当だな。真面目に答えすぎたな。ちょっと適当にさ。うん。やっぱ質問コーナー良かったな。うん、割と。うん。どしどし募集して。どしどし募集して、あの、いろいろ。まあ、兄弟だけじゃなくて、ほら、いろんなメン、和太鼓でしょ、メンバーいるんで、いろんな人の話も聞けたらいいと思うんで、ね、うん、また、なんかしねえけど、兄弟でやってることが多いだけで。そうで。うん。また。だからぜひ、あの、チャンネル登録もそうですけど、あの見ていただいて、なんか気になるところはあのコメントとかメールでも
ホームページからメールでもいいんで、あとインスタ、インスタものメッセージでもいいんで、あの質問をいただけたら、こういう感じでまた質問をお答えしたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。引き続き何お前生演奏で終わりたい。歌ってねえじゃん、なんかドキドキとかじゃん、ドキドキとかさ、お前そっちゃねえじゃん、プリンプリンじゃないやつ。お前そっちゃねえじゃん、コーラスやって。俺メインボーカルで、誰でも歌ったけど、だから本当和太鼓でしょとかでさ、あんまりもういいよ、ドキドキ。じゃあ今週もそんな感じで、あと2週間かね、2020年、残りわずかだね。なんかいい年だったか悪い年だったかっていうとあれだけど、まあ2021年に向けてね、明るい未来が待ってるといいな。そうだね、うん、オリンピックもあるし、オリンピックもあるしね、なくなっちゃうかもしれない。あるな、分かんないな、こればっかりは。まあ来年はいい年になる、はい、いい年になるといいな。またまだあるんでしょ、今週、今年ある、ね、和太鼓でしょ、うん、OK、 じゃあそれでは次週も楽しみだな。そうだね、また次週もよろしくお願いします。それでは和太鼓でしょ、ありがとうございました。楽器のところとかもっと適当に答えればよかったな、うん、でも俺いろんな楽器の名前知らないからさ、そのボキャブラリーが出てたな、ボキャブラリーの なさが、うん、いろんな楽器あるもん、うん、シーカーとか言ってきやすってシーカーとかシーカーの極めたい、チク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 シーカーのプロセスいいじゃん。お前もういいよ、手痛くない、もう半端ないですね。誰でも叩けば音が出る、そんな響き、ドキドキ、えい、和太鼓でしょ、和太鼓でしょ、ふれたし、ふらふら、和太鼓でしょ、大地が揺れるぜ、ふるふる、和太鼓でしょ。